皆さんこんにちは、看護師のしきです。今日は採血の時、なかなか血管が見つけるのが難しい時の血管選びのコツを7つご紹介したいと思います。血管の見え方って本当患者さんによって違うので、なかなか難しい場合もありますよね。採血を成功させるために一番大切なこと、それは前回の動画でもご紹介したんですが、血管選びなんですね。もうこれだという血管を見つければあとはもう刺すだけなんですが、この血管選びなかなか苦戦することが多いと思います。ということで、採血が好きな難しい血管ほど燃える私が普段やっている血管を探す時の工夫について一気にご紹介したいと思います。採血の時なかなかいい血管を見つけられないという方は、ぜひ今日のコツをですね、いろいろ試したり、あと組み合わせたりしてみてください。それでは早速始めますね。まず一つ目のコツは、患者さんの腕を下げるです。腕をですね、心臓より低い位置にすることで血管が徒長し見つけやすくなります。患者さんが座って採血する場合は、腕を置く位置をですね、心臓より低い位置にして、患者さんが横になっている場合はベッド柵を取って横に腕をこう下げてもらいます。そして心臓より低い位置に腕をこうセッティングしたら血管を探します。心臓より低くすることで血管は見やすくなる患者さんはいらっしゃるので、ぜひやってみてください。2つ目のコツは、採血する道具を変えるです。皆さん採血をするときにはまず何を使っていますか？真空採血管を使って採血が難しい場合は、浴場芯プラスシリンジをおすすめします。真空採血管はこう差し込むとスピッツの中が陰圧なので、こう血液がスピッツ内に入ってくれるんですよね。実はここで欠点がありまして、吸引圧が高いために細い血管には向いてないんですよ。一方でシリンジは自分で吸引圧を調整することができます。また浴場芯はですね、普通の注射の針よりも針が短くて、手元と針先が短いので栓刺がしやすいんです。そして採血してる間も固定がしやすいので、私はあらかじめ血管が細いと分かっている患者さんは浴場芯とシリンジを持って採血に向かいます。いつも何気なく使っている道具にもメリットデメリットがあるので、ぜひ調べてみてください。コツ3つ目はですね、よくやります、患者さんの腕を温めます。私の場合はですね、タオルを水で濡らしてビニール袋に入れて温めます。参考書を見ると温度はだいたい40度前後と書いてあることが多いんですが、一番は自分でその温めた後のタオルを肌に当ててみて、熱すぎないか確認することが大切ですね。その温めた蒸しタオルでですね、数分間温めるとだいぶ血管は見やすくなります。4つ目はですね、駆血帯を強く巻きすぎないこと。皆さん駆血帯ってどういう仕組みだか分かりますか？駆血帯ではですね、静脈を圧迫することで心臓に戻っていく血液をせき止めるんです。でその駆血帯強く巻きすぎると動脈まで圧迫してしまって、そうすると末梢へこう流入する血液が減ってしまい、静脈の血管の徒長が不十分になってしまいます。もちろん駆血帯の締め方が弱いと、その血液をせき止める力も弱くなってしまうので効果は薄れてしまうんですが、逆に強すぎてもこのように影響があるので、駆血帯を強く締めすぎないことを意識してみてください。コツ5つ目はですね、親指を入れて握る。これも血管の拡張に効果があるんです。おそらく皆さんもうすでにやってるという方も多いと思うんですが、改めてどういう仕組みなのかご説明すると、親指を中に入れて握ることで前腕のですね、筋肉が収縮して静脈血の貫流量を促進することで血管を徒長させます。ここで気をつけなきゃいけないことがあって、グーパーグーパーすること、これをクレンチングというんですが、クレンチングをするとですね、細胞内からカリウムが漏出してカリウムの値が上がってしまう可能性があるんですね。なのでクレンチングは避けた方がいいと言われてますね。そして6つ目、採血可能な部位は全身くまなく探すこと。採血でまず確認するのはこちらの肘、また見つからなかったら反対側揉みますよね。
ただなかなかいい血管が見つからない場合もあります。そういう場合は主肺であったり側肺の血管を確認することもおすすめします。この主肺の血管で取れそうという血管を見つけることができることは多いです。末梢に行くにつれてどうしても痛みが強くなるということはあります。自信がないまま刺してしまうと失敗することも多くて、そこで何回か刺してしまうより、私は主肺を刺すときは一発で成功させるという気持ちでやっています。主肺や側肺で採血する場合は血管が細いことが多いので、採血の道具は浴場針とシリンジをおすすめします。またなかなかこう採血に適した血管が見つからないという時は、患者さんにいつもどこで採血をしているかと聞くこともヒントになることが多いです。定期的に採血する機会がある患者さんはいつもここで採血してるよと教えてくれます。まだ血管を見始める前に患者さんから、私よく採血失敗されるんだよねって言われるとドキッとはすることはあるんですけど、大丈夫かなと気持ちで負けてしまうと見える血管も見えなくなってしまうので、患者さんに言われたことを受け止めつつ、まずは血管をとりあえず探してみることをお勧めします。意外と私採血難しいってよく言われるんだよねって言ってる患者さんでも、見るとあれすごくいい血管があるということもよくあります。なのでちょっと患者さんに言われた言葉にドキッとした場合でも、一つ一つ丁寧に血管を探してみてください。最後はですね、指で血管を感じる、これがですね本当に大事なんですよ。採血に適した血管って弾力があるんですよね。駆血帯でギュッてしまった時にいい感じにこうポコッと視覚的に見える血管が毎回だと嬉しいんですけど、なかなかそうもいかないということで、視覚だけに頼らず指の腹で感じて探すことが採血上達のポイントだと私は思うんですね。ただ最初はその感触をつかむのが難しかったりするんですよ。私がこの感触をこう自分の中でつかんだきっかけは、先輩に代わってもらった時に、先輩すいません勉強したいので見せてくださいということを一言声をかけて、先輩がこうやって指で探すわけですよ。そしてここだよっていうのがあったら、患者さんの許可を得て私も一緒に触らせてもらっていました。それを繰り返していくうちに、こう自分の中でも感覚がつかめてきたんですね。触ってみて弾力であったり長さであったり、それを感じて血管を見つけることをお勧めしますね。皆さんいかがでしたか？私が採血に自信がなかった時、上手い先輩の手技を見て気づいたことは、温めたり腕を下げたり足の血管を見たりなど、血管を探す工夫だったんですね。いろいろ試すことで採血に適した血管というのは見つけやすくなります。なかなか採血に自信が持てない方は、ぜひ今日ご紹介したコツを試してみてください。今日の動画の感想であったり、他に知りたいことがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日の動画は以上となります。この動画が役に立ったと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。